ただいまより本日のメインイベント、バトラスルールタッグマッチ30分一本勝負を行います。アーコーナービッグマスラーの175センチ、82kg、
よし、
15分経過。お前の続きやってるじゃねえかよ。ご注意ください。
社長、石川社長、今日は結果的には悪町なんだよ。結果としては勝ちかもしれないですけど、俺自身これで本当にあんたを超えたと思ってないんで、もう一度シングルすぐにとは言わないです。また来年頭ぐらいに、それまでにまだまだ実力つけてきます。だから俺の気持ち受け取ってください。今日はありがとうございました。俺の素晴らしいライバルが出てきたようだぜ。タイヤこれからも付け狙うぞ。お前も俺を付け狙ってみろ。しつこさにかけちゃ業界一だ。ありがとう。今日はよしよし、皆さんありがとうございました。まあ、石川選手から勝利したという、はい、今日のこの結末を勝ちと思っていいのかどうかっていう、まあ、ルールの問題なんであれですけど、あれ場外、あれバトラス場外ってありましたっけ？場外ダウン。ああ結構えぐくは入ったんですけど、社長だと起きてくるかなと思ったんで、だとあれですかね、やっぱ場外に落ちた反動でだったら。まだまだ今日の勝ちなんて全然思ってないんで、今日はたまたまが重なって、まだまだもっともっと実力つけて、石川社長まだ他にも借りを返さないといけない、恩返ししないといけない相手いっぱいいるんで、そのためにもまだ今年やるジャパンも残ってますし、まだあと何試合か残ってる、そこももう全力疾走で駆け上ってって、来年必ず今年お世話になったというか、先輩たちにいい形で恩返ししていきたいと思います。